では本日は学生団体シグマで活動されているせいやさんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、では最初にですね、せいやさんはどのような夢やビジョンをお持ちですか？そうですね、夢やビジョン、いやもう明確なものが1個ありまして、まあ、それが誰もが前向いて挑戦できる個性の学校を作りたいなって思ってたんですよ、はいはい、思ってるんですよそれでまあそれがどんな学校なのって結構気になれると思うんです、気になります、はい、まあ、見てる方とかもで、まあ、いろんな方とお話しするときにやっぱこのビジョンを語ると抽象的だね、具体的にどんな学校なのって結構言われるんですよ。で、今の普通の学校をちょっと思い出してみてほしいんですよ。はい、まあ、制服があるじゃないですか。あります。中学校、高校になると制服で統一されている、うん、で学びもみんな学ぶカリキュラムが同じで設定されている、うん、で、まあ、それ以外にも給食であったりとか、まあ、選択のところもありますけど、まあ、同じご飯を食べているところもある、まあ、そういうような感じであらゆる環境が平等に設定されていると思うんですよ、義務教育って、うん、はい、ただそれって、まあ、平等だけど不平等なんじゃないかなと僕最近思い出しまして、それがどういうことかっていうと、やっぱ人には得意不得意があって、家庭の環境があってって、まあ、それがコロナの状況に入って明らかになったわけじゃないですか、はい、貧困層はすごく苦しむって、お金の持ちの人はまだなんとか耐えられるけどみたいな、なんで、まあ、これからはこう一人一人に合った学びとか環境が提供できる学校が作りたい。でなおかつこう一人一人のスキルを磨く時代だなと思ってて、これからの時代は、スキルですか？はい、 AI 時代に入っていって誰でもできる仕事は、はい、こう言ってしまえば AI をこなすわけじゃないですか、なのでAI にこなせないような自分の技術スキルを若いうちから身につけられる学校を作りたいなと思ってます。はあ、なるほど、はい、ちなみにその学校っていうのは若いうちって今おっしゃいましたけど、どれぐらいの年齢からっていうのを考えられてるんですか？まあ、それこそ中学生高校生あたりから人って夢とかビジョンを抱き始めると思うんですよ、はい、こういうものにチャレンジしたいとか、はい、でも学校とか親って年その年齢だからダメって結構言いませんか？まあありますね、大きくなったらとか、はい、確かに。僕高校生の時に学生団体を立ち上げて、はい、もう高校3年生の時立ち上げたので、お前受験の方優先しろよと、はい、何そんなことやってんだって結構言われたんですよ、はい、なおかつやっぱ高校生で活動してる中でもそれはダメだとか、高校生に何ができるのって結構厳しい言葉をいただいたことあったんですね、はい、そういうので一度は自信を失いかけそうになったんですけど、はい、それでもやりたい、それでも挑戦したいって思ったからやってこれたんですよ。なるほど、うん、はい、まあ、同級生の中でも同じこと言われて落ち込んでできなくなっちゃってる人とかを見てきたので、はい、こうやっぱそういう人たちが輝ける前向いて進める社会にしたいなって、じゃあそのためには学校から作り直す必要があるよねっていう、そういう思考に至りました。あ、なるほど、はい、この学校というもうその個人の問題じゃなくて、学校というある意味環境というか社会システム自体を変化させていく必要があるということ。はい、うん、なるほど、ありがとうございます。はい、ではですね、まあ、その、はい、新しい誰もが前を向いている個性の学校を作るっていうその夢、まあ、を具現化するためにはこうどんな目標とか計画を立てていらっしゃいますか？はい、あ、目標は計画ですか、はい、ちょっと、まあ、これはちょっと大まかになっちゃうんですけど、はい、40代のでそれを立てたいなと思ってるんです、個性の学校、はい、でそこから逆算した時にやっぱり自分が何か挑戦して何か成し遂げられたっていう姿を見せないと、はい、やっぱりこうそれを立ち上げる校長として生徒に姿を見せることができないわけじゃないですか、挑戦する背中を、はい、なんでまず30代で起業しようと、自分のやりたいことで自分のスキルを生かして、はい、でそれで絶対成功してやろうと、はい、でその中で40代で校長になろうと思ってて、じゃあ起業するために何が必要なのって、はい、完全なる自分の武器を確立しないといけないわけじゃないですか、はい、やっぱやりたいこととかこう武器とかがないと起業ってあくまでも手段なので、はい、まあ、起業をやりたい
起業やりたいから何しようになるんじゃなくて、うん、何かしたいから起業したいにならなきゃいけないと思ってるんですよ、うん、はい、だから20代のうちにまずは人材育成とかの業界に関わろうとか、じゃあ人材コンサル業とかのに関わっていろんな業界を見れる、でいろんな学生を見れる、はい、そんな状態を作っていきたいな、うん、その中で自分の向きを見つけ出したいなと思ってるんです。はい、なるほど、はい、でまあ、うん、じゃあ今の学生のうち何するのって結構思われませんか、うん、学生の間暇しとくの、うん、すごい興味あります。まあ、そこで僕は学生のうちに1個成功体験を持とう、大きな、はい、うんうんうん、それで1個大きな成功体験、はい、はい、あ、今目指してるのが今の学生団体の日本一を目指そうと思ってるんです。おお、それまた大きな成功、はい、めちゃめちゃ大きな成功体験ですね。はい、はい、でも学生団体って結構周りからって見下されてたりするんですよ、ね、はい、学生だから大したコンテンツ作れないだろうとか、うん、学生だからこう中途半端になるんだろう、モチベーションが下がったら仕事の効率下がるんだろうって見られて、はい、あんまり社会からは認められてないんですよね。あ、そうなんですか。はい、まあそういう厳しい環境もあって、はい、やっぱり挑戦者って砕けたり、もしくは小さなコミュニティの中で固まったりしちゃうんですよ。だからこそそこでまず道を切り開こうと思って、はい、それで日本一の学生団体を目指してるっていう形です。うーん、はい、40代でそういった夢を具現化するっておっしゃってましたけど、もうその前に誰もが前を向いてるっていうその状態を今から作っていこうっていうふうにされてるわけですね。はい、なるほど、ありがとうございます。で、あの学生団の力はこういうことをしていこうっていう、まあ、日本一の学生団体を作ろうっていうふうに、まあ、されてるせいやさんはどのようなこう活動指針というか、まあ、方針を持って普段こう活動をされていらっしゃいますか？ああ、これね、こう、はい、まだ僕の中でもやっとしてる部分はあるんですよ、最近固まったばっかりで、はい、で僕がこう活動指針として最近掲げ始めたのが、はい、もう目の前の一人を生かす力をつけたいなっていう、まず目の前の一人を生かす、はい、はい、まあ、確かに個性の学校を作るって言ったとしても、たくさんの個性と向き合わなきゃいけないわけじゃないですか、それって、うん、そうですね、うん、それって今この時点で一人の個性を見つけ出して生かすことのできない人間ができることなのかって考えたときに、はい、できないんじゃないかっていう結論に至ったんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、でこれ組織運営してる中での学びがすごく多くって、はい、団体でこう僕結構自由な団体を運営してるんですね、言ってしまえば。へー、自由な中に厳しさがあるっていう、うんうんうん、なのでこう比較的自由に暴れられるけど、まあ、ここの基準は守ろうぜって、はい、人が嫌がることはしないとか、うん、こう言ってしまえば非常識の間違い、非常識の勘違いをしない方がいいかな、はい、非常識だから何でもやっていいとか、常識をぶっ壊せば何でも面白いっていうのは違うかなと思ってるので、うんうん、そこの一線を越えないようにこうその中で自由を守っていこう、面白くやっていこうっていう団体やってて、そうするとやっぱり一人一人を見なきゃいけなくなってくるわけじゃないですか。そうですね、うん、はい、だからこそこの子らの個性を最大限に僕はリーダーとして発揮させることができなければ、この団体って正直ただのお遊び団体になっちゃうんですよ、自由、うん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 、だからやっぱりそういう力って必要やなって、これは学校になっても教育者になろうと起業しようと全部一緒やなっていう、はい、この本質変わんないなと思って今のうちからそういう指針を掲げて、まあ、リーダーとして、まあ、いろんな方にお話聞いたりだったりとか、はい、リーダーシップの研修に参加したりだったりとか、うん、まあ、団体の中でいろいろ工夫してみたりだったりとかっていうことをやってます。なるほど、はい、ありがとうございます。今のお話を聞いていて、この、ね、基準が守れればっていうところで、はい、取られたんですけど、逆に言えばこう日本一の基準ができたら自然と日本一の団体が生まれそうですね、はい、そうですね、うん、そういう言ってしまえば一個の指標になればいいのかなとも思ってます。はい、なるほど。学生団体の基準ってやっぱ今のところ曖昧で、はい、学生団体総選挙っていう学生団体の日本一を決めるっていう活動内容とかを審査されて日本一を決めるものがあるんですけど、はい、やっぱりそれでもこうどこが日本一なのかっていまいち基準が分からなくて、うんうんうん、活動内容はいいけど
果たして人数が多いところがすごいのか、はい、それとも活動内容が素晴らしければそれで OK なのか、それって曖昧じゃないですか、言ってしまう学生団体の領域って、うん、そうですね、確かに企業は売上とか規模で判断できます。ただ学生団体はそうじゃないんですよね。ああ、なるほど、はい、ではせいやさんは日本一、まあせいやさんだったら日本一だっていうのはこういう基準がいいとかそういうのはありますか？はい、もう僕はこれ1個持ってて、はい、日本で一番社会から認められた団体、受け入れられた団体が日本一だと思ってます。ああ、なるほど。社会から一番認められた、受け入れられた団体。はい。まあ、それこそ、こうやってメディアさんとかから取り上げてもらう回数、これもメディアがこう、はい、僕らに興味を持ってくださって、まあ、僕らにのお話を報道したいって言ってくださってるわけだから認められてるわけじゃないですか、一、はい、つ、はい、すごくありがたい話なんですけど。はい、まあ、それ以外にも活動実績が認められたりだったりとか、賞の数がたくさんもらえたりだったりとか、まあ、そういう SNS フォロワー数とか最近分かりやすい指標じゃないですか、うん、言ってしまえば。この人の見たいと思うからフォローするっていう。そういうフォロワー数であったりとか、そういうところで一番になっていく。そういうことで周りに認められてるっていう具体的な数値を出していくっていうところが、をまあ、日本一の基準に定めてるんですよ、僕の頭の中では。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。ではですね、はい、次の質問に行きたいと思うんですけど、はい、まあ、そもそもですね、せいやさんが、ね、この誰もが前を向いている個性の学校を作りたいっていうふうに、個性が花開く、まあ、学校を作りたいとおっしゃったんですけど、その夢、はい、ビジョンをこう持ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか？持ったきっかけがですね、はい、これ2回あるんですよ、きっかけが。あ、2回あるんですね、うん、はい、いや1回は諦めちゃったんですよ、言ってしまう、はい、はい、小学生の頃にこう、はい、まあ、言ってしまう、僕今とは全然違って人前では喋れない、もうこう超内気な男の子だったんですよ。はい、自分は何もできないと思ってたから、当然何もできなくて、勉強もできなかったし運動もできなかったし、輝いてる人たちすごいなと思いながらぼーっと毎日を過ごしてたんですね、はい、でそんな時僕がある時暇で絵を描いてたんですよ、ポケモンの、はい、そしたらある男の子が寄ってきて、その絵うまいねって言ってくれたんですよ、はい、で僕のも描いてくれないって、その時ちょっと嬉しくて、はい、僕その日の家に帰って必死に帰ったんですね、はい、次の日学校に持って行ったらめっちゃ喜んでくれたんですよ、ありがとうって、うん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 、ね、あれ自分でもできることあるんじゃないか、自分でも人を喜ばせることできるんじゃないかって思ったのが、まあ、何かに挑戦しようと思ったきっかけで、はい、まあ、ただ挑戦してる中でやっぱりこういろいろと挫折することがあって、うん、まあ、それこそ今までそういうのに経験してなかった分、知らないからうまくいかないこととか、まあ、1回チームを壊したこともありましたし、その中で挫折したんですね、はい、で高校生になって、まあ、生徒会の運営してたんですけど、はい、こう周りの目が、ね、結構厳しくて、はい、まあ、それこそ生徒会のやつらは遅刻してるのはどうたらこうたらとか、うんうん、まあ、それこそ生徒会のやつらがもっとこうちゃんとしなきゃいけないんじゃないのか、もっとちゃんと学校のお手本にならなきゃいけないんじゃないのかってことを結構言われて、はい、そこばっか僕気にしてしまって、はい、なぜやんないんだよと、なぜちゃんと帰り来ないんだよと、うんうん、いやなんだよ、朝学校来るとか当たり前のことできないのってずっと怒ってたんですよ、はい、でもその頃のいいところがあるのに生かしきれてなかったんですね、その時は。あ、なるほど、はい、悪いところもあるけどいいとこ見れてなかったから、その頃はどんどんモチベーション下がっていって、はい、どんどん生徒会の活動が、まあ、なくなってきてというか、はい、もう参加率が低くなってきて、まあ、うまくいかなくなったという時期があったんですね、はい、ええ、で、まあ、そこからそのストレスで僕肺炎になったんです。ストレス性肺炎、高校2年生で、はい、すごいな、すごい本当に悩まれてたんですね、はい、そのストレスの中、ちょっと無理して部活やっちゃったのもあって、こう、はい、ストレス性肺炎になって、お医者さんにこう言われたんですよ。はい。いや、あと少し無理してたら、あなた危なかったですって言われて、もう僕自身、その時初めて命の重みってのを知ったんですね。はい。で、まあ、人工呼吸が
ちょっと弱かったので人工呼吸器みたいなもので薬を吸いながらベッドの上で考えたんです、はい、俺こんな周りにとらわれてストレス感じながら生きる生き方楽しいのかって、うんうんうん、絶対違うよなって、うん、お前自分が楽しくないことを人に押し付けてたのかってやるよやるよと、うんうん、お前それ間違ってるんじゃねえのかってどうせ短い人生なんだったら明日死ぬかも分かんないんだったら誰かを楽しませて自分も楽しもうぜって、うん、そこがきっかけでこう、はい、誰かの個性を生かしたいだったりとか、うん、もう誰かの個性を育ててなおかつ自分も面白いことに向かっていこうってそれに対して、まあ、たくさん批判はあるだろうしたくさんいろんなこと言われるだろうけど、はい、それでもやり抜いてみせようって、うんうん、やっぱそれが一番自分にとっていい生き方なんじゃないかって思い始めて自分の団体を立てた、はい、これが個性と向き合おうと思ったきっかけです。2度目の。あ、なるほど。あ、これが2度目なんですね。はい、1つ目がその勉、はい、あの絵がうまいねって言ってもらって、はい、その周りの人を喜ばせられたこと。2つ目がこの、はい、まあ、生徒会の活動から、まあ、ご自身でストレス性肺炎になられて、その時、まあ、自分で決めたっていうことがあるんですね。はい。はい。ありがとうございます。ではですね、もう、はい、もう一個ですね、お伺いしたいのがですね、はいはいはい、その、まあ、周りを生かしたい個性を生かしたいっていうふうに、まあ、せいやさんおっしゃっていただいたんですけど、はい、まあ、人によっては別にこうそこまで例えば周りに認められたいとか別に人の周りを生かしたいとかいうこともこうなんかそんなに周りに興味ないよっていう、 こう極端なこと言えばそういう人も、まあ、中にはいるかと思うんですけど、はい、せいやさん自身はある意味こう、まあ、小学校中学校ぐらいから、ね、そういったこともすごい考えられてたのかなと思ってこう何かそういう周りのこととかを考え出すきっかけとかが何かこうきっかけというかそういう背景というか何かあったのかなということがあればお伺いしたいです。あ、いやこれ実はですね、はい、ある出会いがきっかけになってるんですよ。あ、そうなんですね。考え出すのは、はい、ベッドの上でそんなことを考え出したのも実はその出会いのおかげで、はい、実は僕高校生の頃に、まあ、たまたまね、僕が入った学校にサッカー部の講師が入れ替わったんですよ、はい、で僕はたまたまそのサッカー部に入ったんですね、でその先生がめちゃめちゃ厳しくて、まあ、結構実績上げてらっしゃる方だったんですね。言ってしまえば日本一をチームで取ったことがあるとかいう、はい、名監督の方で、はい、まあ、その方がこう入ってきてからチームの雰囲気がガラリと変わったんですよ、はい、ちゃんとやらないなら抜けろみたいな形に。で、まあ、その中でやってて最初怖い人だな、嫌な人だな、厳しい人だなと思ってたんですよ、はい、でもこう実際に高校2年生それこそ僕が肺炎になった時期とかにすごい親身になって向き合ってくださったんですよ。でその時に実際にお話聞かせてもらって、実はお前は多分ここまでちゃんと残ってくれるやつやと思ってたと。で、はい、お前はこういうスキルを持ってるからここを生かせばもっと上手くなれる、ただお前はストレスを抱えやすいと。で、お前は心がメンタルが弱いから続けるのも苦手だろと、うん、だからそういうところは無理しないで自分のキャパとか自分の範囲をちゃんと理解しろって、はい、言っていただけて、その時もうちゃんと自分のこと見てくれてるんだなとか、うんうんうん、ちゃんと心配してくれてるんだなって思って、その時にこう人と向き合うってこういうことなんだって初めて知ったんです。あー、なるほど、はい、これができるようになりたいなって、うんうんうん、これできるようになったらもっといろんな人と関われるようになるし、いろんな人を生かすことができるし、いろんな人が前進めるきっかけを与えられるんじゃないの。うん、はい、だからその子先生との出会いが本当に僕がこう人の個性を生かしたいなって思い始めたきっかけで、向き合いたいなって思った強い思いが固まった瞬間になってる部分です、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、まあ、特にその前までは、まあ、そこまでこう向き合うとかも、まあ、よくわからないというか、はい、まあ、そういう感じで、まあ、そうされていたけど、はい、ということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。もう一つですね、まあ、あのせいやさんの中でここが自分のやっぱりこう長所だなっていうところって何かこうありますか。ああ、長所ですか。はい、ああ、短所は言うの得意なんですよね。はい長所ですね。
長所1個だけあります。はい。これは諦めないのが長所です。諦めないのが長所。はい。僕、こう、今まで気づかなかったんですけど、はい。まあ、日本で一番の学生団体、今、日本でトップレベル、オリンピックと関わってる学生団体の代表の方がいらっしゃるんですね。はい、その方から、こう、君、そこまでしっかり諦めてないことがすごいんだよと。うん、そんだけいろいろ言われて、いろいろ挫折しても、それでも君、こうやって団体の活動を続けてるじゃん。頑張ること諦めてないことが君の最大の長所じゃないのって言っていただけて、はい。その時、初めて自分の長所に気づいたんですよ。うん、そうですね。なので、はい、僕にとって諦めないことが最大の長所です。はい、ああ、なるほど。その、なんか僕もすごいなと思ったんですね、それ今、して続ける諦めない、周りに何言われてもとか、そういう、まあ、体で無理してでもやる、続けるっていうところですけど、それはこう、なんか、ちっちゃい頃からそういう感じだったんですか？それとも何か、例えば、まあ、家庭環境だったりとか、何かしらそういうきっかけとかなんですかね？これは分からないです。多分、いや、これはもう完全に多分になっちゃうんですけど、はい、もう高校生に入ってからかなと思います。それまではなんか宿題とかもちゃんとやってこなかったし、はい、まあ、それこそ特別周りから評価されたっていう経験が、まあ、その小学校以来あんまなかったので、失敗しすぎて、なるほど。はい、失敗しすぎてあまり評価されなかったっていうのがあって自信なくしてたので、はい、まあ、それこそ辞めちゃったものもたくさんあったんですよ。あ、そうなんですね。はい、ただ高校入ってから本当にいろいろ変わったかなって、いろいろチャレンジする中で、はい、諦めたら、まあ、多分自分が諦めたら終わっちゃうって環境があったからだと思います。はあ、はい、自分が諦めたら終わっちゃうっていう環境ですか。リーダーっていう立場になったら、自分が折れたらその組織って、はい、折れるわけじゃないですか。はい、まあ、それをリーダーになって初めて痛感して、ああ、自分が終わったらこの組織折れちゃう、それ背負ってんだよと、みんなの思い自分背負ってない、そんな簡単に諦めていいのって思ったのが、こうきっかけなのかなと思います。はい、はい、なるほど、素晴らしいですね。ありがとうございます。ではですね、最後にですね、はい、これを聞いている、まあ、視聴者の方にですね、まあ、一言何かメッセージをいただきますでしょうか。はい、 いや、まあ、大学1年生みたいなやつからこうメッセージ言われても、こう何を偉そうに言ってんねんってなるかもしれないですけど、まあ、ちょっと聞いておいてください。はい、まあ、それこそ僕は、まあ、今まで結構死と向き合ったりとか、こうそれこそ団体潰しちゃったりだとか、マイナスな経験もたくさんしてきましたし、まあ、年齢のことで結構たくさん文句言われました。で、大学生だったらよかったのになとか、もっと早く年取りたいなと思った時もありました。でもこうやり続ければ必ず認めてくれる人は出てきて、必ず成功体験ってものを得られて、その成功体験を得られた瞬間がとんでもなく楽しくて、それを得られたってことがすごく大きな財産になると思うんですよ。なんで皆さんも自分のやりたいと思ったことを諦めずに、こうどんどん挑戦して継続してできるまでやってみてほしいと思ってます。それが多分 100% できる方法なんでなるほど、ありがとうございます。はい、はい、はい、ではですね、はい、今日は、学生団体シグマで活動されている、せいやさんのインタビューをさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。